バッシュはユニックスシェルかつコマンド言語であり GNU プロジェクトにおけるボーンシェルのフリーソフトウェアによる代替としてブライアン・フォックスによって作成された。バッシュは1989年に初めてリリースされほとんどの Linux ディストリビューションのデフォルトのログインシェルとして広く普及している。Windows 10における Windows Subsystem 4 Linux でも利用可能である。 バッシュはコマンドプロセッサーであり、通常はアクションを発生させるコマンドをユーザーがタイプするテキストウィンドウで起動する。バッシュはスクリプトと呼ばれるファイルからコマンドを読み込んで実行することも可能である。バッシュはそれ以外のすべてのユニックスシェルと同様に、ファイル名のグローブ、パイプ、ヒアドキュメント、コマンド値換、変数、そして条件テストや、 反復のための制御構造をサポートする。バッシュの予約語や公文などの言語の基本的要素は全てボーンシェルからコピーされており、ヒストリなどボーンシェル以外の機能は C シ,シェルやコーンシェルからコピーされている。バッシュはパズイックス準拠のシェルであるが、数多くの拡張がされている。バッシュという名前は、ボーン、アゲインシェルの当時語であり、バッシュの痴漢対象である。 ボーンシェルと現代アメリカのキリスト教において精神的な再生を意味するボーンアゲインに引っ掛けたダジャレである。ブライアン・フォックスは1988年1月10日にバッシュのコーディングを開始したが、これは彼の前任開発者に進歩が見られなかったことにリチャード・ストールマンが不満を抱くようになってからのことである。ストールマンとフリーソフトウェア財団は BSD や GNU のコードからビルドされた完全にフリーなシステムにとって既存のシェルスクリプトを実行できるフリーなシェルは戦略上非常に重要であると考えていたためバッシュは彼らが自ら創設した数少ないプロジェクトのうちの一つとなり FOX は FSF の従業員としてその作業を引き受けた FOX は1989年6月8日に バッシュのベータ版であるバージョン99をリリースし、1992年中頃から、彼が FSF から去る1994年中頃の間のある機械まで主要なメンテナであった。フォックスが去った後、彼の責務はもう一人の初期貢献者である、チェット・ライミへと移された。それ以降バッシュは Linux ユーザーの間で最も有名なシェルとなり、 様々な Linux ディストリビューションのデフォルトインタラクティブシェルとなっている。Bash は Microsoft Windows にも移植されて、シグウィンやミングウェの一部として配布されており、DJGPP プロジェクトにより DOS にも移植され、Netware にも移植され、さらに様々な端末エミュレータを通じて Android にも移植されている。2014年9月、Unix。 リナックスネットワークテレコム専門家であり、イギリスで働いているステファン・チャーゼロスは、プログラム内にセキュリティバグを発見した。このバグは、最初9月24日に公開されて、シェルショックと命名され、区部 -2014 から6271、区部 -2014 から6277、および区部 -2014 から 7169? のナンバーが割り当てられた。 バッシュを使用した CGI スクリプトで任意コード実行が可能となり攻撃されやすくなるため、シェルショックは深刻なバグとみなされた。シェルショックは、バッシュが環境変数を通じて、サブシェルに関数定義を渡す方法と関係していた。バッシュのコマンド構文は、ボーンシェルのコマンド構文のスーパーセットである。構文の全処理において、 バッシュと異なって解釈される振る舞いに偶然遭遇してしまったり、新しくバッシュに組み込まれたコマンドと同じ名前のシステムコマンドを起動しようとするボーンシェルスクリプトを除いて、バッシュは大量に存在するボーンシェルスクリプトのほとんどを修正せずに実行可能である。バッシュのコマンド構文には、コマンドライン編集、コマンド履歴、ディレクトリスタック、 変数ドルランダムや変数ドルプペット、およびパズイックスのコマンド置換構文であるドルなど、コーンシェルやシーシェルから引用したアイデアが含まれる。ユーザーがインタラクティブコマンドシェルでタブキーを押した場合、バッシュは途中までタイプされたプログラム名やファイル名などの様々な名前をマッチさせるコマンドライン保管を自動で行う。バッシュのコマンドライン保管システムは大変ユーが、 キキカスタマイズ可能であるため、特定のプログラムやタスク用の引数やファイル名を保管する関数とまとめてパッケージングされることが多い。バッシュの構文には、ボーンシェルにはない拡張が多く存在する。バッシュは、他のプロセスを生成せずに、整数演算ができる。この演算のために、バッシュは、コマンドとドル変数構文を利用する。バッシュの構文は入出力リダイレクトを、 単純化する。例えば、バッシュでは、演算子を使用することで、標準出力と標準エラー出力を同時にリダイレクトすることができ、ボーンシェルにおいて、これに相当するコマンドであるコマンドファイルに1よりも簡単にタイプできる。バッシュは、および構文を使用することにより、プロセス時間をサポートする。この構文は、通常のリダイレクトでは、 ファイル名が記述される箇所にあるコマンドの出力を引数の代用とする。ファンクションキーワードを使用する場合、バッシュの関数宣言は、ボーンコルンパズイックススクリプトと互換性がないが、バッシュはボーンシェルやコーンシェルの関数宣言公文を受け入れる、ためパズイックス準拠である。これ以外にも違いがあるため、互換性確保を配慮せず、書かれたバッシュのシェルスクリプトを ボーンやコーンシェルのインタプリタで起動できることは滅多にないが、Linux が普及するにつれて互換性確保を配慮せずに書くことは少なくなっている。ただしパズウィックスモードにおいては、バッシュはより密接にパズウィックスに準拠している。バッシュはヒアドキュメントをサポートする。バッシュはバージョン2.05ビットより演算子を使ったヒア文字列から、 標準入力へのリダイレクトが可能である。バッシュ3.0ではパール言語を思い起こさせる構文を使用したシェル組み込みの正規表現をサポートする。バッシュ4.0では連想配列のサポートが導入された。ブレース展開はオルターネーションとも呼ばれ C シェルから取り入れた機能である。ブレース展開は取り得る組み合わせのセットを生成する。 生成された結果はファイルとして存在する必要はない。展開された各文字列結果は、そうとされておらず、保存された順に、左から右へと並んでいる、ドルエコー A, P, C, D, B, E, A, P, S, A, ドアベ、ドルエコー A, B, C, D, E, F, アドア A, F, B, D, B, B, F, C, D, C, C, F。ボーンチェルでは、 バッシュと同じ出力を返さないため、ユーザーは移植するためのシェルスクリプトで、ブレース展開を使うべきではない。ドル伝統的なシェルは、バッシュと同じ出力を返さない。ドル、ビン、シュシエコ、A、P、C、D、B、E。A、P、C、D、B、E。ブレース展開が、ワイルドカードと組み合わされた場合、最初にカッコが展開されてから、 通常通りワイルドカードが置換される。したがって、カレントディレクトリにある拡張子が、JPG、または、JPEG、または、PNG のファイル群を獲得するには、以下のようにする、LS、JPG、JPEG、PNG、JPG、JPEG、PNG が展開されてから、ワイルドカード処理がなされる。PNG、 JP, E, G, エコーだけでもブレース展開が可能で、さらにカッコ内のカッコも可能。ブレース展開は取り得るすべての組み合わせだけではなく、連続した範囲に対して適用することも可能である。範囲は2つの整数や文字の間を2つのドットで区切って指定する。バッシュの新しいバージョンでは、範囲の終点を指定する2つ目の整数の後にさらに2つの ドットと3つ目の整数を指定することで、範囲の増分を指定することも可能である。ドルエコー11012345678910ドルエコーファイル 14txt ファイル 1txt ファイル 2txt ファイル 3txt ファイル 4txt ドルエコー aeabcde、e、ドルエコー110 3、1470、ドルエコー、AJ3、ADGJ。ブレース展開を変数展開と組み合わせると、ブレース展開が先に行われ変数展開が、その後に行われてしまうため、場合によっては、エバルビルトインが必要になる可能性もある。ドルスタートイコール1、エンドイコール10。ドルエコー、ドルスタート、ドルエンドブレースエクスパンションが、 変数展開より先に評価されてしまうため展開に失敗。1、10。ドルエバルエコー、ドルスタート、ドルエンド先に変数展開をして、その結果の文字列に対してのブレース展開を評価。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。バッシュは起動の際、様々なドットファイルのコマンドを実行する。バッシュが使用する初期化ファイルは実行権限が与えられてかつ、 ビン、バッシュのような指板が記述されたバッシュのシェルスクリプトコマンドと似てはいるものの実行権限とインタプリタディレクティブのどちらも必要ない。起動ファイルの実行順序ボーンシェルやシーシェルの起動シーケンスとの比較バッシュの各要素はボーンシェルやシーシェルからの派生である。このため制限付きながら起動ファイルをボーンシェルと共用でき、さらにシーシェルユーザーには 馴染みのあるいくつかの起動シーケンスを提供する。レガシー互換なバッシュ起動例以下のバッシュプロフィールコードはボーンシェルと互換性がありバッシュとバッシュログインに対して C シェルと似たセマンティクスを提供する。R ファイルはファイルが存在し読み込める場合例をそうでない場合は一を返す。返り値が例の場合の後の部分が評価される。R プロフィール&&。プロフィール環境設定で、かつては、ボーンシェル限定の構文。if、n、ドル PS1 全員インタラクティブか ?r、バ a s ュク&&。バッシクインタラクティブシェル用の t、プロンプト、関数設定。r、バッシュログイン&&。バッシュログインログインシェル専用のログイン時タスク。fi if ブロック終了。バッシュ起動における。 オペレーティングシステムの問題ユニックスやリナックスのバージョンの中には、エトセトラディレクトリ配下にバッシュシステム起動スクリープトが存在するものもある。バッシュはこれらのスクリープトをバッシュの通常の初期化の一部として呼び出すが、それ以外の起動ファイルをバッシュ起動シーケンスの記述と異なる順序で読み込む、混んでしまう可能性がある。さらにシステムが、 新しいユーザーアカウントに設定を提供するスケルトンファイルのように、ルートユーザーのファイル内におけるデフォルトの内容に問題がある可能性もある。Window マネージャーの起動前にユーザーがバッシュ起動スクリプトで自身の環境変数を準備しようとすると、XWindow システムの起動スクリプトにより予想外の問題が発生する可能性がある。これらの問題は、 プロフィールを読み込むために、エクセッションやザプロファイルファイルを使う場合に発生する可能性が高い。これらのファイルは、ザタームや GNOME 端末などのウィンドウマネージャーから生み出されたバッシュシェルウィンドウが必要とする環境変数を提供する。PazX オプションをつけてバッシュを呼び出したり、スクリプトにセット O PazX を記述するとバッシュは パズイックス1003.2スタンダードに非常によく準拠する。移植を前提としたバッシュシェルスクリップとは最低でもバッシュをボーンシェルで置き換えた場合を考慮しなければならない。伝統的なボーンシェルにはないがバッシュには搭載されている機能は以下であるバシザムとはバッシュ以外のユニックスシェルでは適切に動作しないバッシュコードの部分を指す。バッシュは デフォルトのキーバインディングを利用して編集するためのコマンドライン用キーボードショートカットを提供するためにレッドラインを利用する。セット O6 を起動すれば6バインディングが利用可能となる。バッシュにはコマンドに対する実行モードとしてバッチモードと並行実行モードの2つがある。バッチモードつまりコマンドを逐次的に実行するためにはコマンドを文字や 別の行で分割する必要がある、コマンド1コマンド2。上記の例では、コマンド1が完了した後で、コマンド2が実行される。コマンド1とコマンド2を平行実行するには、以下の方法で実行する必要がある、コマンド 1& コマンド2。上記の例では、コマンド1がバックグラウンドで実行され、フォアグラウンドでコマンド2を実行するシェルへとすぐに制御が戻される。 プロセスはフォアグラウンド状態とバックグラウンド状態だけでなく停止状態にすることも可能である。プロセスがフォアグラウンドで実行されていれば、これは CTRLZ をタイプすることで行える。バックグラウンドプロセス及び停止されたプロセスのすべてを一覧するにはジョブズを起動することで行えるドルジョブズ。ランニングコマンド 1& ストップとコマンド2上記の出力では、 括弧内の数はジョブ ID を示している。プラス記号は BG や FG に対応するデフォルトプロセスを指し示す。ランニング及びストップとという表示はプロセス状態を指し示す。最後の文字列はプロセスを開始したコマンドである。プロセスの状態は様々なコマンドを使うことで変更できる。FG コマンドはプロセスをフォアグラウンドにして BG は停止されたプロセスをバックグラウンドで実行するよう設定する。BG と FG は最初の引数に処理するプロセスを指定するジョブ ID を渡すことができる。引数がない場合、ジョブズの出力でプラス記号がついたデフォルトプロセスに対して処理が行われる。プロセスにシグナルを送って中断するためにはキルコマンドを使うことができる。ジョブ ID は パーセント記号、パーセントの後に指定する必要がある。キル、S、C ゲキル、パーセント1。バッシュは先行するコマンドにより設定された終了コードに応じてコマンドを実行する。条件付き実行、コマンド区切り文字を提供する。以下にその例を示す。CD ディレクトリーパス何かのコマンドエコーエラーが発生しました。&2。何かのコマンドは、 CD コマンドが成功した場合のみ実行され、エコーコマンドは CD か、何かのコマンドコマンドのどちらかがエラーを返した場合のみ実行される。すべてのコマンドに対して終了ステータスは特殊な変数であるドルに保存される。バッシュは条件コマンド評価の形式として、If 条件全条件を満たす場合の処理、Else 条件を満たさない場合の処理ファイヤ、 ケースドル変数インパターン1処理1パターン2処理に ESAC もサポートする。バッシュバグと呼ばれる外部コマンドはバッシュのバグを報告する。このコマンドが呼び出されるとフォームが入力された状態でユーザーのデフォルトエディターが表示される。このフォームはバッシュのメンテナにメールされる。ありがとうございます。